こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出のカート取得方法。で、カート取得のですね、アルゴリズムがしょっちゅう変わると。で、最近変わったことのですね、およそテストした意味合いが見えた事例があったんで、それをちょっとシェアさせていただきます。まず、通常の Amazon のカートの優先順位。1位、Amazon が自分で販売するケース。これは当たり前ですね。Amazon が自分で販売するときは、基本的には Amazon が最優先になります。で、2番、FBA。で、3番、出品者が自分で発送すると。で、これね、出品者がどんなに頑張って、遅れもね、紛失もなく、発送したところで、FBA にはかなわないです。というのは、ね、FBA は Amazon が自分でコントロールできると。商品も見てる。出荷も2日以内でやってるの分かってるんで、一番、信頼できるというか把握できるんで、Amazon が最優先になってます。ところが、この原則がですね、過去2ヶ月ほど崩れてました。FBA で出品してる人も、自己発送で出品してる人もですね、およそ一緒の扱いになってました。ということは、FBA 始めたての人よりも、自己発送でね、ずっとやってて、事故がない人の方が、カートが取りやすいというふうにね、逆転現象が起こってました。ところが、この、原則崩れてるのがですね、終了という形になって、今はまた、以前の原則通り、ね、FBA 有利という形に戻ってます。これ、なんでかなというのでね、Amazon がアメリカに、輸送会社、ね、自前で作ると、ね、飛行機チャーターして自前でアメリカ国内は送るんで、それをね、世界に広げるのか、あるいは、自己発送で、どれぐらいの、ね、許容範囲の事故しか起こらないんだったら、そっちの方が、進出しやすいのか、そういうテストをしたんだろうなというふうに思いました。ところがですね、どうやら、FBA の、倉庫、アメリカ内の FC が、パンク状態だったんで、自己発送にしようかなと。ね、自己発送も優遇しちゃおうかな。というテストをしてたようです。なぜかというとですね、今日届いたメールが、こういう長期在庫をね、今、4月30日までに破棄するんだったら、その、いただいた保管料の66%戻しますよというメールが、皆さんに届いてるかと思います。結局これね、長期在庫の場合は、半年分の、倉庫料先払いと。そうならないように、半年以内で売ってんというのが Amazon の、戦略とか作戦ね、お誘いなんですけど、なかなかその通りにいかないみたくてですね、Amazon の倉庫料安いんで、もう長い間ほったらかしで預けちゃってね、1年先でも売れれば OK という売り方してる人が多いです。当然ね、Amazon の保管料と、たまにしか売れない商品を高く売った方が Amazon 儲けやすいというのを考えれば、それは正しい戦略なんですけど、そうするとね、Amazon の方の底が足りなくなるという問題があったようです。そのため、自己発送の出品者を増やそうと、ね、問題ない自己発送の出品者だったら、FBA と同列に扱っちゃおうというような形でアルゴリズムを変化させてたと思います。ところが、やっぱりね、事故が多かったのか、それは FBA と同じパフォーマンスにはならなかったんでしょうね。再び、FBA 有利に戻ってます。で、これね、しょっちゅうアルゴリズムが変わるんだと、落ち着いて、取り組めないというようなのもね、やっぱ皆さん思うと思います。ただ、これね、システムを開発してて、システムで回していくというのが Amazon のスタイルなんで、そうなるとですね、常に AB テスト、ね、FBA 優遇がいいのか、自己発送優遇がいいのか、あるいはあるポイント、これは、この面を重く見た方がいいのか、あるいは別な面を重く見た方がいいのか、そういうのはね、常に細かくテストをして、どっちがいいか、どっちがいいかっていうのはね、お客さんに満足してもらって Amazon が儲かるか。もっと言うと、Amazon が望む、手間のかからない、儲けさせてくれるお客さんが、いかに Amazon のファンになってくれるか。それを考えて最適化するシステムを作ってます。
からもうしょっちゅうアルゴリズムは変わってんですね。おそらく1ヶ月何もいじんないってことは全くないと思います。で、まあ、その中でね、大きな変化があった時だけ、出品者が気づくんで変えたのかとか言ってますけどね、システムの人に言わせると、まあ、何言ってんだろうと、常に変えてるよというのが正解だと思います。そんなわけで、アルゴリズムは常に変わってます。ただ、大原則として、Amazon が求めてる、購入者を Amazon のファンにするというのはね、そのシステムを作ってる目的なんで、そこのところで、ね、分かって、どういうのが、まあ、Amazon が求める購入者かなと、どういうのが Amazon が求める出品者かなというのをね、きちんと正しく予測できてれば、まあ、それほど、目先のアルゴリズムの変化に一喜一憂することはないです。まあ、ここ2ヶ月ぐらいね、FBA が、若干、まあ、不利というか、自己発想に負けるような、場面もあったんで、まあ、なかなか、しんどい方も多かったんですけど、ここに来て戻ってますんでね、やはり、私の考える Amazon の、システム、ね、Amazon の運営方針というのは思った通りだなというのが、今回のメールがちょうどタイミングよく来たんでですね、分かったんでシェアさせていただきました。ちなみに、どういうことかというと、自己発送のね、出品者優遇しようかなと。自己発送じゃやっぱ任せらんないと。まあそうなると、倉庫が足りない。だから、倉庫を開けてくれというメールを送ったというね、バッチリ流れの分かりやすい今回は、出来事があったんで、まあ予測してるのが、大体当たってるんだよという形でね、シェアさせていただきます。まあ会員の方は、相談して、アドバイスさせていただいた内容、まあ、安心して実践していただければ、効果は出ます。で、余計な一味加えちゃうとですね、たまにうまく回んなくなることもありますんで、どうしてもこういうやり方をやりたいというのがあったらですね、こっそりやらずに教えてください。こうやれば対策できるねというのもね、またそれはアドバイスさせていただきます。ただね、原則通りやっていただいてるんだろうなと思って、実は違うことやってたとなってしまうとですね、思ったようにカート取れないという形になりますし、思ったようにカート取れないと、まあ、当然思った売上も上がらないという形になりますんで、言いにくいことも広告していただきながら、サポートを、受けていただければと思います。まあ、今回はカート取得のね、アルゴリズムが、まあ、FBA が最優遇というのが若干崩れてたんですけど、それが元に戻りましたと。まあ、それが証拠にメールが来てるんで、ほぼ間違いないですという情報でした。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。